餅す落ち着いて落ち着いて優しいじゃん。何左手は続けてメモ帳に書き始める。ヤギひとみ、これは何？名前のように見えるけど。ヤギひとみ名前、あなたの？はい、協力する。お、なんだこれは。診療しようか。わかった、診療する。協力して。指輪を持っていないことに気づき、言葉を止めてあたりを見渡す。とりあえず左腕のひとみさんは協力してくれるみたい。だけど本当に大丈夫なんだろうか。いや、何かするつもりならもうしてるはず。今は信じるしかない。とりあえず床に落ちた指輪を拾う。まずはこの指輪をはめたいんだけど。あの、ひとみさん、この指輪をはめたいんだけど、協力してくれない？ひとみさんは宣言通り協力してくれるらしい。両手で指輪をはめようとする。よかった。そういえばこの指輪はどの指にはめたらいいんだろう。何も指定されてなかった気がするけど。いや、そもそもハマるんだろうか。サイズが合わなかったらゆるゆるになるか、入らない可能性も。不安になりながら一応試してみると、真鍮の指輪は右手の中指にすっぽりとはまった。なぜか他の指にはハマらないみたいだった。同じように鉄の指輪は左手の小指にだけはまった。まるで最初からこの指にはめるために作られたかのような。考えすぎなのかな。ともかく指輪をはめることができた。私は天使。エメラルドの本に。初めての共同作業も面白いけど。最も高いあるべきところに備え、天使と悪魔を本の両脇に捧げる。私は天使。ルビーの本に紋章を、本の最も低いあるべきところに備え、二つの指輪を本の両脇に捧げよう。高い、低い。エメラルド、ルビー。何？声的にはエメラルドの方が天使っぽかったけどね。すると、それまで聞こえなかった声が聞こえてきた。声が聞こえてきた方をそろそろ確認すると、二つある造花から聞こえてくるみたいだ。エメラルドに、ルビーの本。そんなものどこに？本といえば本棚にいっぱいあるけど、これのこと？そうだと仮定しても、白い造花と赤い造花は全く別の内容を語っていた。紋章を本に。というところは一緒だったけど、指定された本の種類が違う。本を捧げる位置が高いのか低いのかの差もあった。そして本の両脇に捧げるものが全く違う。赤い造花が言っていたのは天使と悪魔を両脇に捧げること。白い造花が言っていたのは二つの指輪を両脇に捧げること。はぁ、天使と悪魔を両脇に。二つの指輪を両脇に。天使と悪魔と二つの指輪。は一緒じゃない？ふと二つの指輪と一緒に見つけたメモの内容を思い出した。天使と悪魔を物に封じ込める研究が成功したんだよ。そうどっちかが天使、どっちかが悪魔がそれぞれ指輪に込められていると。ただどちらも天使だと言っていた。
一体どういうことだろう。まずはそこから考える必要がありそう。どちらも私は天使だと言っているということは、片方が嘘をついているのかもしれない。どうしよう。どちらが天使でどちらが悪魔かわからない。八方塞がりだ。しばらく考え込んでいると、ふと左腕が動き出す。ひとみさんだ。何かを伝えたいようだ。急いで鉛筆と白紙のメモ帳を用意すると、ゆっくりと左手が文字を書いていく。今もひとみとマリアってすごい渋谷と被ってんな。何か花に質問をしてみたらできるんだ。花に質問をする？答えてくれるかわからないけれど、これ以上ヒントがない現状を考えると、確かに何もしないより花に問いかけるのもいいかもしれない。私は試しに質問をしてみることにした。さて、何を聞けばどちらが天使でどちらが悪魔か判断することができるだろうか。ふと指輪と一緒に見つけたメモの一節を思い出す。天使は常に真実を語り、悪魔は常に虚構を語るから注意が必要だと書いてあった。つまり天使は正しい答えを語り、悪魔は常に嘘を語る。それなら悪魔が嘘をつけない、そんな質問をすればいいのかもしれない。確かそういう推理パズルがあったはず。確かその推理パズルの質問内容に聞きたいことを当てはめると。おい。え？白い増加に質問しよう。よくわかんないけど。あー、俺わかんないんだよな。俺もこれね、答えがあるのは知ってんだよな。悪魔ですか？あなたは天使ですかの問いに、あなたははいと答えますか？あなたは悪魔ですかの問いに、あなたははいと答えますか？あなたは、赤い増加に、わかんない。なんとなく赤い増加にしてみて、んで、あなたは悪魔ですかの問いに、あなたははいと答えますか？で、天使は、いいえ。悪魔は、もういいえか。あなたは天使ですかの問いにあなたははいと答えますか？天使ははい。悪魔は、いいえだけど、はい。あなたは悪魔ですか？あなたは悪魔ですかって聞かれて、悪魔は、いいえって、言うし、天使もいいえっていう。天使ですかに対しては、天使ははいっていうし、悪魔ははいっていう。ってなると、質問はこのどっちかか。この上二つはないもんね。このはいと答えますか？これどっちだろう。あなたは悪魔ですかの問いに、あなたははいと答えますか？悪魔はいいえっていう。天使もいいえ。一旦これにしてみよう。ごめん、よくわかってない。考えてもわからないぐらいのね、ちょっと頭なんです。あなたは悪魔ですかの問いに、あなたははいと答えますか？赤い増加にそう尋ねてみる。いいえ。いいえ。赤い増加から返事が返ってきた。じゃあ次は。白い増加に、そういう分け方ができるんだ。これ、待って、わかんない。これ、いいえって言うじゃん。あれ、返事返ってこないよ。はいと答えます。え？あ、これ、全部いけんだ。白い増加、返ってこないぞ。あなたは悪魔ですか？いいえ。で、これ多分、はい、天使ですか？はいって言うんだろうね。
なんで、はい。はいと答えますか？え？赤い造花に、答えられない、白い造花が悪魔だそんな気がする。答えられないことないもんね。あ、ってことはだ、それで二つの声、なんだっけ、今のあれが見たい。ノート。なんだっけ、さっきのね、まあいいや。何にも書かれていない本。紙が古くて変色してひどく傷んでいる。場所によってはページと次のページがくっついてしまっているから、ページをめくるときは破いてしまわないように慎重にめくった。最後までめくってみたけど、やはり何も書かれていなかった。ほう。私は天使。エメラルドの本に紋章を、本を最も高い、あるべきところに備え、天使と悪魔を本の両脇に捧げる。いや、質問はいいんだけど、あ、これも別に他のとこ行けないんだ。アイテム使えそうなものある？これ、天使を心中、悪魔を鉄。え？あ、なんか跡ついてるな。物が置かれていた跡、長方形の跡が一つ、それを両方で挟むように六角形の跡が二つ。何かが置かれていたんだろうか。下は？何もない。おー、ってことはやっぱ上だ。ただ上って言ってる赤が正しいっていいと思うんですが。私は天使。エメラルドの方。わかった、わかった。本部は最も高い。天使と悪魔を本の両脇に捧げよう。天使と。これ質問してさ、また同じ質問だよね、多分ね。うん。赤が正しいから、この真ん中にこのエメラルドの本が、なんのこっちゃですよ。あ、絵本。あ、これ全部違うんだ。この端は？古文書。エメラルドの本。画集。楽譜。
数式。エメラルド。あ、途中のページに紙が挟まっている。怨霊の反乱を防ぐ手段は三種の神器にあたる。三種の神器とは竹、葡萄、桃のことだ。ああ。反乱って何だろう。とりあえずさっきの続きから再び本を調べてみる。最後までめくってみたが、結局よくわからなかった。ほう。何語かわかんない本。世界の神話。エメラルド要素が今んとこないけど。ええ。やっぱりエメラルド・エルビーの本なんてない。あれ？よく見るとこのカバー裏返しになっている。どの本も白いブックカバーだと思っていたけど、どうやら裏側には色がついている。なるほど。おー。とりあえずカバーを裏返して本棚に戻す。一冊ずつ棚から取り出しては、カバーを裏返して元の位置に戻す動作をし、まあ本のカバーを裏返しにしたと。エメラルドあるじゃん。緑色のカバーだ。エメラルドグリーン。もしかして赤い造花から聞こえてきたエメラルドの本っていうのはこれのことなのだろうか。本を開いてもう一度よく調べてみると。真ん中のページに何かを挟んでいた跡があった。この跡は紋章のカードと形が似ている。ここにあのカードを挟めばいいのだろうか。問題は赤い造花の言葉を信じるべきか否かということだ。さっきの質問の結果から考えると赤い造花の正体は、赤い造花は天使だと。赤い造花は天使だ。だからエメラルドの本を使うのが正しいはずだ。最も高いあるべきところというのはおそらく本棚の最上段。ということは最上段に本を置けばいいはず。確か本棚の上段に何か置かれていた跡がついていた。そこにこの本を置けばいいんじゃないだろうか。で、紋章のカードを挟んだ緑の本を本棚の上段にあった長剣の跡がついていた場所に置く。あとは2つの六角形の跡に花瓶を置けばいいはず。ただ花瓶の位置はどうすれば？確かメモには、天使の領域を真鍮の輪、悪魔の領域を鉄の輪、と書いてあった。これがヒントかもしれない。輪というのが指輪なのだとしたら、今はめている指輪の位置が、関連しているのかもしれない。改めて手を確認すると、右手には真鍮。だったら本棚に向かって右側に置くのは、ん？赤い造花？かな？どや。どこからか誰かの笑った声がした。しかしそれ以外何も起こらない。間違ってるんだろうか。逆の位置に配置って、いいんだ。これでいいのかな？不安になりながらも、やってみた。おーおーおお。なんだなんだ。
暗いな。怖い怖い、ヨウ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 。止まった。おお。何だったの？はい。というところなんですが、一旦ここで切りたいと思います。結構時間経っちゃったね。というわけでまた次回お会いしましょう。プライムでした。また次回。さよなら。